皆さんこんにちは、こんにちはだぜ。そういえば最近、しくじり国家は出してなかったわよね。ああそうだな、なんだかやる気が出なくてな。今回は半年ぶりくらいのしくじり国家シリーズだぜ。原点回帰ね。そうだな、今回解説する国はルワンダ共和国だぜ。どんなしくじりをしてしまったのかしら。最初に言っておくが、実はこのルワンダ共和国、しくじり国家ではないんだよな。え、どういうことよ。タイトル詐欺にサムネ詐欺、低評価の嵐がやってくるわね。いや、確かにしくじり国家だったんだぜ。だった、そう、過去形なんだぜ。20年ほど前、ルワンダはある事件によってどん底に陥った。しかし現在のルワンダはどん底から這い上がり、アフリカでも有数の経済大国へと変貌した。ルワンダのどん底からの復活ぶりはアフリカの奇跡、と呼ばれているぜ。また、現在のルワンダはアフリカの優等生、と言われるほど治安も安定していて豊かな国になっている。ふーん、でもタイトル詐欺、サムネ詐欺をしている事実は変わらないけどね。過去にしくじった国家はしくじり国家に入らないのか、現在進行形でしくじっている国家しかしくじり国家に当てはまらないのか、そこら辺はしくじり国家の定義が曖昧だから何とも言えないぜ。まあそんなことはどうでもいいわ。早く本題に入りましょうよ。本題に入る前にルワンダの解説をするにあたって2つの用語をあらかじめ知っておいてほしいぜ。まず1つ目はジェノサイド。ジェノサイドは英語でゲノシデと書くぜ。ゲノシデを Google 翻訳で日本語に訳してみると、ジェノサイド、と説、大虐殺、と訳されるぜ。一つ目の、ジェノサイド、これはそのままだな。二つ目の、と説、これは家畜等の動物を殺すことだぜ。そして最後の、大虐殺、虐殺の意味が、むごたらしく殺すこと、また大量に殺すこと、だぜ。それに、大、をつけたものだな。そう、大体予想はできるよな。ジェノサイドとは人を家畜等の動物を殺すようにむごたらしく、大量に殺すことだぜ。それってさ、虐殺と同じなんじゃないの？虐殺だってむごたらしく大量に殺すじゃない？確かにジェノサイドと虐殺は似ているが、少し違うんだぜ。ジェノサイドは虐殺の中でも、ある国民、民族、人種、信者などの全員もしくは一部を殺戮する意図を持って行う行為、だぜ。要するにある国民、民族、人種、信者それ自体の絶滅を目的として行われるものだぜ。存在しているから殺すということだ。へっは。まさかこの世にも恐ろしいジェノサイドがルワンダで起こったということなの？残念ながらそうなんだぜ。20世紀にジェノサイドは3回起こったと言われている。1回目は1915年から1916年にかけて起こったアルメニア人虐殺。2回目は1941年から1944年にかけて起こったユダヤ人虐殺。そして2回目が1994年に起こった土族虐殺だぜ。1994年って初代プレイステーションが発売された年じゃない？そう、土族虐殺はつい最近の出来事なんだぜ。しかし、意外にそのことを知らない人は多い。さて、ジェノサイドの他にもう一つ知っておいてほしい用語。それは、マチェーテ、だぜ。マチェーテって何よ？聞いたことがないわね。マチェーテは南米で用いられる伐採用の刀だぜ。マチェーテは南米だけではなくアフリカ、日本など様々な場所で使われている。もちろんルワンダでも使われているぜ。ヤグを飼ったり、雑草を飼ったり、鶏を殺したりするのが本来の用途なんだが、土族虐殺ではこのマチェーテが人を殺すために使われたんだぜ。銃などの軍隊が持っているような兵器ではなく、国民誰もが持っているようなマチェーテが虐殺に使われたのが土族虐殺の特徴だぜ。軍隊だけではなく一般人がジェノサイドに加わったということね。それではルワンダで起こった悲劇を語る前にまずはルワンダの地理紹介だぜ。ルワンダは東アフリカにある小さな国家だな。面積は 2.63 万平方キロメートル。東京ドーム5万6000個分の広さだぜ。そう言われると広く感じるわね。四国の 1.5 倍くらいの広さだぜ。人口は1220万人。ちなみに東京都の人口は1385万人だぜ。面積の割に結構人口は多いのね。そうだな。四国の人口は370万人くらいだぜ。ルワンダはアフリカで最も人口密度が高い国だぜ。また、首都はキガリだぜ。ルワンダにはもともと3つの民族がいて、共に暮らしていた。牧畜民の土族、農耕民のフツ族、狩猟採集民のプワ族、この3民族だぜ。フツ族は多数派で土族、プワ族は少数派だぜ。
プア族はとても身長が低いことで有名よね。確か平均身長が 1.5 メートルだったかしら。それではいよいよ本題のルワンダの歴史について解説していくぜ。アフリカ大陸ではエジプトなどの一部地域を除いて、歴史を文字で記録するということがなかったので19世紀以前のルワンダについてはあまりよくわかっていないぜ。ルワンダには王朝があったんだが、その王朝が誕生した時期も1312年説から1532年説まで200年以上のブレ幅があるぜ。何派ともあれそのくらいの時期に王朝ができたのは事実だ。このルワンダ王国は18世紀頃に現在のルワンダと同じ範囲まで拡張した。この王朝の王が土族の人間で、重要な職には土族がつくことになっており、土族が仏族を支配するという構図になっていたぜ。なぜ土族が支配する側に回ったのかというと、先ほど述べた民族ごとの役割が関係している。確か土族が牧畜民で仏族が農耕民だったわね。ルワンダは千の丘を持つ国と呼ばれるくらいでこぼこしていて、そのせいで農耕に適した土地が少なく、どうしても土族の方が仏族よりも経済的に有利になってしまうんだよな。でも、この土族の王朝は仏族を差別するようなことは決してしなかったぜ。というよりかは、長い間一緒に暮らしていたから生活習慣も似ているし、話す言葉も同じ。さらには土族と仏族の混血が進んで外見も似ていたのでほとんど民族意識というものがなかったんだぜ。この時点ではみんな仲良く平和に暮らしていたのね。ここからどうなったらジェノサイドが起きるのかしら。想像がつかないわ。王国誕生から500年くらい経った1880年代、ヨーロッパの列強がアフリカに興味を示すようになるぜ。そして1889年に開催された悪名高いベルリン会議によってルワンダ王国はドイツの保護領にされてしまう。しかし、ドイツは王朝を潰して統治するようなことはせず、間接的に統治することを選んだぜ。そして皆さんご存知の通り、1914年から第一次世界大戦が始まった。1916年、ベルギー軍がルワンダに侵入しドイツの影響力はあっという間に失われたぜ。そして第一次世界大戦が終わり、見事戦勝国となったベルギーはルワンダをもらったぜ。このベルギー支配が後々の悪夢につながることになったぜ。ベルギーは植民地化を行う過程で人種的差別感を持ち込み、土族と仏族が対立するように仕向けた。具体的に言うと、少数民族の原住民プア族が主要最終民として細々と暮らしていたルワンダに、7世紀頃から農耕民族の仏族が少しずつ移住し、それから15世紀頃に牧畜民族の土族がやってきた。土族の祖先は、白人の血を引く人種であり、それゆえに土族は仏族とプア族を支配するにふさわしい資質を備えた優等民族である。土族の統治によって、ルワンダは文明的な発展を遂げることができたのであり、ルワンダにおける土族の優越性は、自然の摂理に基づくものである、というものだぜ。恐ろしいわね。一体どうしてそのようなことをする必要があるのかしら。一番の目的は弱体化させることだと思うぜ。土族と仏族が一致団結してベルギーに反乱を起こしてきたら厄介だろ。あとはあらゆる不満の矛先をベルギーに向けさせないようにする目的もあったと思うぜ。自分たちに不満の矛先が来ないように、民族同士を憎悪させるように仕向けたのね。具体的にベルギーがどのようなことをしたのかというと、ほぼすべての主張を少数派の土族に独占させ、さらには税金、労役、教育などのあらゆる面において土族を優遇した。土族は高貴で仏族は野蛮といった神話を流したりもしたぜ。そして土族と仏族は対立するようになるぜ。ベルカスさん、ちょっとサイコパスすぎない。っていうか、実際に土族は仏族よりも優れていたの。そんなわけないぜ。でもベルギーはこれは科学的、歴史的に正しいと証明されていると主張し、土族は優等民族、仏族は劣等民族だとルワンダ国民に信じ込ませた。さらに民族間の対立に追い打ちをかけたのが ID カードの導入だ。それってマイナンバーカードのようなものかしら。マイナンバーカードは個人を識別するためのものだよな。ベルギーが導入した ID カードは民族を識別するためのものだったぜ。そしてなあ、この民族の識別方法もひどいんだよな。先ほども述べた通り土族と仏族は何百年間も一緒に過ごしていたわけだから、文化とか習慣の違いとかはほとんどないわけだ。じゃあどうやって民族を区別したのよ。ベルギーはあらかじめ大勢の科学者をルワンダに送り込んで、そこに住む人々の身長や体格、鼻の高さや形状を比較研究させ、
土族とフツ族の身体的特徴の報告書を作成させたぜ。それを元にして民族を区別させたというわけね。今流れている映像は頭の大きさを測定しているところだぜ。どうしても見た目で区別できないときは家畜を何頭以上持っていたら土族、農作業をしていたらフツ族という風に区別されたそうだぜ。さすがヨーロッパ列強様、やることがえげつないね。この ID カード導入が行われたのが1930年頃だぜ。そして第二次世界大戦が終わり時は1950年代半ば、ナチスドイツのユダヤ人虐殺もあり、ベルギー国内ではこのような人種差別的な統治方法に反対する声が上がり始めていた。また、ベルギーからルワンダに送り込まれた聖職者たちもこの人種差別的な統治方法に反対するようになり、立場の弱いフツ族の権利回復を目指す運動を支援するようになるぜ。しかし、この権利回復を目指す運動は皮肉なことに、今まで虐げられてきた側による報復差別につながっていった。確かにのび太がジャイアンにいじめられていると、のび太かわいそう。ジャイアンをぶっ倒せ、って思ってしまうわね。その表現はちょっと違う気がするが、どちらにせよ土族からしたらいい迷惑だよな。ベルギーが勝手に自分たちを支配する側に置いただけなのにな。やがてフツ族たちは、土族よりも先にルワンダで生活していた自分たちの方が偉いんだ、と主張し始めるようになった。1957年、フツ族の賢い人たちが、フツ宣言、と題した小冊子を発行し、これまで何百年間も続いてきた土族による統治を廃止し、民主主義の社会を築くことを宣言したぜ。でも民主主義の社会になったら圧倒的に大多数を占めているフツ族のやりたい放題になってしまうじゃん。そう、それがフツ族の狙いだったぜ。しかし今まで何百年間も続いてきた伝統をいきなり破壊しようとすると当然のことながら国内の情勢は一気に不安定になった。いきなり制度を変えた結果不安定になるっていうのはこれまで紹介してきたしくじり国家にも多々あったわね。そうだな、ルワンダ国内が混乱する中、1959年の11月にフツ族の指導者が襲撃される事件が発生したぜ。実際には襲撃されただけで命は無事だったんだが、殺されたという誤報が流れてしまい、これに激怒したフツ族が土族の指導者を殺害し、土族の家に放火する事件がルワンダ全土で発生したぜ。この事件がフツ族と土族の間で起こった初めての衝突で、この事件が後々のジェノサイドに繋がったと言われているぜ。この事件を皮切りにルワンダ全土でフツ族と土族の衝突が頻繁に起こるようになり、ルワンダの情勢はさらに不安定になった。この事態に驚いたベルギーは治安を回復させるために武装した正規軍をルワンダへ派遣したんだが、その解決方法が多数派のフツ族をなだめるために、フツ族勢力による権力奪取を容認する、というものだったぜ。土族を裏切ったのね。また、同じ年にルワンダ王国の国王が死亡した。これのせいでベルギーと土族の関係がさらに悪化していったぜ。国王が死ぬこととベルギーとの関係が悪化することに何の関係があるのよ。実はこの国王、寿命で死んだわけではなく急死したんだぜ。それもワクチンを接種して帰宅する途中に死んだんだぜ。しかもワクチンを接種したのがベルギー人医師、ワクチン後に一緒に帰宅したのもベルギー人の役人だった。そういうことだったのね。国王は殺されたのではないかと疑ってしまうのも無理はないわね。そのようなことがあり、ベルギーがフツ族側についたことで後ろ盾を失った王の側近や上流階級の土族は危険を察知して隣国に逃れ、残った土族の立場はさらに弱くなったぜ。そして1960年の7月、ベルギー軍の監視下で選挙が実施されたぜ。選挙ではフツ族の政党であるフツ族解放運動党が圧勝し、フツ宣言の執筆者の一人であるグレゴワール・カイバンダが暫定首相へと就任したぜ。そりゃ、国民の7割がフツ族なんだから圧勝するわよね。ちなみに選挙の投票所フツ族が陣取っていて、土族に対して脅迫していたそうだぜ。ベルギー軍何してるのよ。監視してる意味。翌年には国連の監視下で国民投票が行われて王制の廃止と共和制の導入が決定。さらにはルワンダの独立も決定したぜ。やっとこさ独立できたのに当分ルワンダに平穏が訪れることはなさそうね。1962年7月1日、国連の承認を受けたルワンダ共和国が誕生し、ルワンダは民主主義国家に生まれ変わったぜ。しかし、
国が新しくなってもツチ族とフツ族の衝突が収まることはなく、関係は悪化の一途をたどった。さて、めでたくルワンダの初代大統領となったカイバンダはツチ族を徹底的に冷遇する政策を取ったぜ。よっぽどツチ族のことを恨んでいたのね。今までのことは水に流して再スタートしていれば後々の悲劇は起こらなかっただろうに。恨むべき相手を間違っているよな。本当に恨むべきはルワンダをめちゃくちゃにしたベルギーだと思うぜ。さて隣国に逃れた上流階級のツチ族は、難民になっていたツチ族を雇って武装民兵を結成したぜ。将来的に政権を奪還することを目標とし、ルワンダ国境への攻撃を繰り返し行った。1963年の年末、ツチ族民兵がルワンダ国内に侵入し、首都キガリ付近まで接近したぜ。結局このツチ族民兵はルワンダ政府軍によって撃退されたが、カイバンダ大統領は国家非常事態を宣言して、国内のツチ族に対する大規模な弾圧を開始した。これが虐殺の幕開けになったのね。1963年の暮れから1964年の初頭にかけて数万人のツチ族が殺され、およそ25万人が国外への脱出を余儀なくされた。これをきっかけに弾圧を指揮したジュベナール、ハビャリマナの発言力が政権内部で高まったぜ。しかしだな、ハビャリマナはツチ族を弾圧するような政策は欧米諸国の顰蹙を買ってしまうと考え、フツ族の支配層が国内を平穏に統治する構想を練っていたぜ。以前のツチ族の王朝が支配するルワンダ王国のような感じね。1973年、ハビャリマナはクーデターを起こし、大統領の座に就任したぜ。ハビャリマナは早速、ツチ族に対する攻撃を控えるようにフツ族強硬派に命令し、部族による区別の解消と平和的な国家統一を推進する姿勢を示したぜ。さらにツチ族の政治家にも一定の閣僚ポストを与えた。かなり良さげな感じになってるじゃない。この大統領がいながらどうして大虐殺が起こってしまったのかしら。一見、フツ族によるツチ族の差別がなくなったように見えるだろ。でもこれは巧妙に仕掛けられた偽装で本質的には全く解消されていなかったんだぜ。例えば政府軍にツチ族が入隊することはできなかったし、フツ族の将兵がツチ族の女性と結婚することも禁止されていたぜ。確かにハビャリマナはあくまでフツ族による支配を望んでいたからね。フツ族とツチ族の間の上下関係をなくしてしまってはダメだったのね。その一方で1960年代から1980年代初頭にかけてルワンダは着々と成長し、アフリカの優等生と呼ばれるほどになったぜ。しかし、長期政権は例に漏れず腐敗していくんだよな。だんだんとこの腐敗が表に現れるようになったぜ。さらには、1980年代に入るとコーヒー豆の価格などが暴落し、これまで着々と成長していたルワンダ経済もボロボロの状態に、国民の間には不満が溜まり始め、ハビャリマナ大統領に対する批判が増えていったぜ。そこでハビャリマナ大統領は国民からの批判を避けるためにベルギー時代に植え付けられたフツ族とツチ族の対立を利用しようと考えを始めたぜ。なんだかヒトラーとやってることが似ているわね。じゃあ、どうやって批判の矛先を自分から変えたのか。ハビャリマナはルワンダ国外から越境してくるツチ族民兵をゴキブリと呼び、祖国を守るように呼びかけたぜ。敵を自分から別のものに変えようとしたのね。だが、最初のうちはこれはうまくいかなかったぜ。そりゃ、国民もバカじゃないから批判の矛先を変えようとしてることぐらい気づくわよね。しかし、海外に亡命したツチ族によって結成されたルワンダ愛国戦線がハビャリマナに宣戦布告したことで状況が一転。政権が弱っている時を狙って政権を奪還しようとしたのね。この宣戦布告が大悪手となる。フツ族の間でまたツチ族が支配する国に戻ってしまうのではないかという不安が広がり、フツ族によるツチ族への暴行事件が各地で頻発するようになったぜ。こうしてルワンダ国内は内戦状態に陥った。ハビャリマナはルワンダ愛国戦線をツチ族のゴキブリ集団と断定し、ルワンダ国内に住む数万人のツチ族を侵略勢力の同調者という名目で逮捕した。フツ族には国家への義務としてツチ族の村を襲うことが推奨されたぜ。これはもうダメね。もう民主主義国家の面影もないわね。実はルワンダ愛国戦線にはツチ族だけではなくハビャリマナに不満を持っていたフツ族も参加していたぜ。さて、ここで少し休憩がてら、フツの実会というものを紹介するぜ。フツの実会とは反ツチ系の新聞に掲載されたフツ族の銃の心得のことだぜ。なんだか嫌な予感がするわね。全く休憩にならなさそう。それでは紹介するぜ。一つ、ツチの女と結婚したフツ男性、ツチの愛人を持つ男性、ツチの女を秘書や側近にしている男性は全員裏切り者である。二
二つ、普通の女性は土の女性よりも優れている。三つ、普通の女性たちよ、気をつけよ、自分の夫や兄弟、息子の正気を取り戻させよ。四つ、土とビジネスパートナーの関係になった普通男性、自分の金や国家の金を土の会社に投資する普通男性、土と金の貸し借りをする普通男性、ビジネスで土に融通する普通男性は裏切り者である。五つ、政治、行政、経済、軍事は普通が仕切る。六つ、生徒、学生、教員の大部分は普通でなければならない。七つ、ルワンダ軍は普通のみで作られるべきである。八つ、普通は、土に哀れみの情を持つのをやめねばならない。九つ、どこにあろうとも、普通男性は団結し、連帯し、普通の兄弟の運命に関心を持たねばならない。そして最後、普通が土よりも優れているという思想を広めなければならない。ちょっと長いわね。簡単に要約してよ。しょうがないな。要するに土族はゴキブリだから、そんなゴキブリと関係を持ったり同情したりしてはいけない。普通が最も優れているのである、ということだな。恐ろしいわね。もう完全に暴走してしまっているわ。この時点で他の国へ逃亡していたら助かった人も大勢いたんだろうね。まあ確かにそうだろうな。でも、今すぐ日本を出て行けって言われても無理だろ。それと同じで金銭的に無理だったり、あるいは大丈夫だと楽観視していた人も大勢いたはずだぜ。さて、この普通の実会は普通の無職の若者の間で熱狂的に受け入れられたぜ。あらゆる不満の吐け口を土に向けるようになったのね。普通の上流階級の人間はこの若者たちを集めて、インテラハムウェという武装集団を結成し、土族に対する襲撃を繰り返させたぜ。普通族による土族への暴力は日に日に増していった。ハベリマナはこのことを欧米に批判されるのを恐れて色々な工作を施したがうまくいかず、次第にアフリカ周辺諸国に批判されるようになる。なんとしてでも欧米に介入されることを防ぎたかったハベリマナはルワンダ愛国戦線と和平合意を結び、なんとか内戦を終結させたぜ。この和平合意をアルーシャ合意というぜ。でも和平合意を結んだから明日から土と普通は仲良く暮らしましょう。なんてことできるわけないわよね。そうなんだよな。土族に対する憎しみや怒りが収まることはなかったぜ。しかしこの和平合意から3年間は表だった暴力などはなく、平和な時間が流れたぜ。いや、平和な時間が流れているように見えたと言った方が正しいかもしれんな。というと、この3年間の間に土族虐殺計画が着々と進んでいたんだぜ。ただし、これはあくまで憶測だぜ。憶測で物事を語っちゃダメでしょ。まあ、そうなんだがな。ただこの後起こることがあまりにもうまくいきすぎていて、仕組まれているようにしか思えないんだぜ。一体どういうことよ。話はアルーシャ合意にまで遡るぜ。確かアルーシャ合意はルワンダ愛国戦線とハビャリマナ政権の結んだ和平合意のことだったわね。そうだぜ。このアルーシャ合意の4日後、千の岡自由ラジオという放送局が開局し、若者をターゲットとしたラジオ放送が開始された。開局当初は普通のラジオ局だったが、次第に土族に対する憎悪の言葉がオンエアされるようになる。土族の連中に油断するな。ゴキブリともに情けをかける必要はない。普通族の若者よ、武器を準備せよ。そして、祖国からゴキブリを一掃する日に備えよ。確かに計画的な感じがするわね。1994年の3月には普通族過激派の新聞がハビャリマナ大統領は間もなく死ぬという記事を掲載した。そして1ヶ月後の4月6日、見事にハビャリマナ大統領の乗った飛行機が何者かが放ったロケットランチャーによって撃墜され、死亡したぜ。これ、怪しいというよりか計画的な犯行で決まりでしょ。私もそう思うぜ。しかし、普通族の人間はこれは土族による仕業だと断定し、ラジオや新聞は土族に報復するように促したぜ。完全に仕組まれているわね。ロケットランチャーをぶっ放したのも普通族の人間で間違いなさそうね。そうだな。反大統領派の普通族の人間がやったと言われているが真実は闇の中だぜ。千の岡ラジオも4月7日と8日に銃声が響くだろうと予言している。そして予言の通り、ハビャリマナ大統領が殺された翌日の朝には普通族の過激派が土族を虐殺し始めた。新聞や雑誌、ラジオ局も土族を殺せと煽り、普通族たちは何かに取り憑かれたように土族を次々と殺していったぜ。大統領が死んでからその復讐までがあまりにも早すぎよね。大統領が死んだ翌朝には土族狩りが始まっているなんて、やっぱり土族虐殺は計画的だった可能性が高そうね。でも、みんながみんな土族殺しに参加したわけではないんでしょ。中には良識ある普通族もいたわずよね。もちろん土族をかくまおうとした普通族の人間も大勢いたぜ。しかし、
ツチ族をかくまったことがバレると直ちに殺された。虐殺の犠牲者のうち、10はフツ族だったぜ。なるほどね。かくまいたくてもかくまえなかったのね。そうなんだぜ。やはり自分の命が最優先だからな。ツチ族を殺さなければ自分が殺されるわけだからな。殺すか死ぬか。不本意だったとしてもツチ族を殺さざるを得なかったんだぜ。でもさ、どうやってフツ族とツチ族を見分けたのかしら。外見はほとんど同じなんでしょ。いい質問だな。霊夢の言う通り、外見で見分けるのは困難だ。ではどうやって見分けたのか。答えはそもそも見分ける必要なんてなかったんだぜ。どういうことよ。ルワンダは今の日本では考えられないくらいご近所付き合いが盛んな国なんだぜ。当然お隣さんがフツ族かツチ族かなんて知っているんだぜ。え、ということはご近所同士で殺し合ったってこと。残念ながらそういうことだぜ。昨日まで仲良くおしゃべりをしていた人がマチェーテを持って襲ってくるんだからな。なんと表せばいいのかわからないが、とにかく悲惨というか残酷というか。本当に恐ろしいわね。ツチ族の人は想像できないくらいの絶望感を味わったんだろうね。この虐殺は100日間続き、100万人もの人々が殺されたぜ。第二次世界大戦で死亡した日本軍の人数が200万人だからな。いかに短期間で大量の人が殺されたかがわかるぜ。川はツチ族の死体で溢れ返っていたそうだ。虐殺について今から具体的に話していこうと思うんだが、これがまた結構残虐でな。フツ族たちはすぐに殺すのではなく、じっくりと痛めつけて殺したんだぜ。え、拷問みたいな感じってこと？そうだな。ツチ族の特徴である高い鼻や高い身長に嫉妬するかのごとく、鼻を削ぎ落とし、足首を切断し、ボコボコに殴って殺したそうだぜ。子供の前で母親を強姦したり、赤ちゃんを壁に投げつけて殺したり、とにかく非人道的な行為を繰り返したぜ。人間のすることとは思えないわね。また、これも有名なエピソードなんだが、ある市長と教会の祭司がツチ族たちにキリスト教会に避難するように呼びかけたぜ。教会に来れば助かると言ってな。もしかして、これが罠だったりするの？その通りだぜ。一つの場所に集めることによって効率的に殺害しようとしたんだぜ。聖職者としてあるまじき行為だわ。本当にその通りだよな。聖職者たちはこの虐殺は神の意志によるものとして無理やりこの残虐な行為を正当化し、虐殺に加担したぜ。ちなみにイスラム教の教会はツチ族たちを保護したので、イスラム教徒が一気に増えたそうだぜ。ツチ族の人たちは絶望しただろうね。今まで一生懸命信仰してきた神は何だったんだ。神なんて存在しないんだって。これと同じようなことが他にも起こったぜ。先ほどの市長とは別の市長の話なんだが、ツチ族たちに丘の上の学校に避難すればフランス軍が助けてくれると嘘をついて集まるように呼びかけたぜ。そして皆殺しにされたというわけね。残念ながらそうだぜ。この学校は今はルワンダ虐殺記念館として使われており、当時の悲惨な状況を後世に語り継いでいるぜ。っていうかさっきフランス軍がどうちゃらこうちゃら言ってたけど、フランス軍がその時駐在していたの。フランス軍は助けようとはしなかったのかしら。というか国連は一体何をしていたのよ。まさか虐殺を見て見ぬふりしていたわけではないよね。霊夢、残念ながらそうなんだぜ。国連はルワンダを見殺しにしたんだぜ。え、あの国連がそんなことをしたの？ああ、残念ながらこれは事実だ。霊夢、あまり国連を盲信しない方がいいぜ。今からなぜ国際社会はルワンダを助けなかったのか解説していこうと思うんだが、それはロメオ、ダレール少将を抜きにしては語れないぜ。ダレール少将は当時ルワンダに駐屯していた国連軍の指揮官だ。ふむふむ。で、ダレール少将は一体何をした人なのよ。まさかこの人が見殺しにしたの？話は虐殺が始まる数ヶ月前にまで遡るぜ。この時点でダレール少将はジェノサイドが起きることを察知しており、ニューヨークにある国連本部に助けを求めたぜ。どうして察知することができたのかしら？フツ族過激派の誰かが密告したんだぜ。おそらくジェノサイドが計画されていることを知っていたんだろうな。しかし、その人は罪のない人々が多数殺されることに反対だったんだろう。それで国連本部はどのような対応をしたのよ。何もしなかったぜ。え、国連は事態を重く見ず、楽観視していたんだぜ。今仕事をしないでいつするのよ。このルワンダ虐殺、フツ族が悪いのはもちろんだが、私はそれ以上にそれを傍観して何も対処しなかった国連、欧米諸国の方に問題があると思うぜ。欧米人からすればルワンダはアフリカのど真ん中にあるよくわからない小さい黒人の国だ。なんか民族争いやってるなーくらいの認識だったんだろう。ちょうどその時期にユーゴスラビア紛争が起きていたので、そっちの方に関心が集まったのもあるな。
確かにユーゴスラビアの方が欧米にとっては距離的にも身近だからね。この虐殺は防げた虐殺だぜ。二度とこのようなことが起きないようにしないといけないな。さて少し話を戻して、この虐殺ではツチ族のみならず、穏便派のフツ族も殺されたと説明したよな。実はそれだけではなく国連部隊も殺されたぜ。え、国連部隊も殺されてたの？ダレイル少将は国連本部にこのことを報告したぜ。さすがに自分のところの部隊が殺されたんだから国連本部も動き出すでしょ。いや、動き出さなかったぜ。え、なんでよ。ではなぜ国連が動かなかったか解説することにしよう。一つはさっきも言ったように、同時期にユーゴスラビア紛争が起きていたからだぜ。二つ目の理由はルワンダが非常任理事国を務めていたからだぜ。なるほどね。ルワンダに対する非難決議を採択しにくかったのね。そして三つ目の理由、これが最大の理由なんだが、アメリカがルワンダへの介入に全く興味を示さなかったからだぜ。一体どうしてかしら。こういう時って真っ先にアメリカが仲介に入りそうだけど、それはソマリアでの出来事が大きく関係しているぜ。ブラックホーク、ダウン、霊夢覚えているか？全く覚えてないわ、初耳よ。全くお前ってやつは、ソマリアの動画で解説したじゃないか。あ、思い出したわ。確か映画のタイトルよね。その通り、モガディシュの戦闘を題材にした映画だな。聞きにくいんだけどモガディシュの戦闘ってなんだっけ？まさか忘れたのか。まあ、今日だけ特別にもう一度簡単に解説するぜ。モガディシュの戦闘はソマリアの武装民兵とアメリカ軍の間で起こった戦闘だぜ。ソマリアの治安を回復させるためにアメリカ軍が介入したんだが、アメリカ軍兵士が殺害された上に、その死体を引きずり回す動画がテレビを通じて全世界へと放映されたぜ。これがきっかけでアメリカ軍はソマリアから撤退するべきだとの世論が高まり、撤退を余儀なくされたぜ。アメリカにとっては苦い思い出だな。そしてこれが起きたのがルワンダ虐殺の半年前。なるほど。アメリカとしてはソマリアの二の舞になるのが嫌だったのね。以上の理由から国連は見て見ぬふりをしたんだぜ。国際社会から見捨てられた国ってことね。そうだな。この反省を生かして二度と同じようなことが起きないようにしてほしいぜ。話を戻すぜ。無ごたらしい殺戮がハビャリマナ大統領が暗殺された4月6日からおよそ100日間続いたぜ。国際社会に見捨てられて、一体誰がこのジェノサイドを止めるのよ。国際社会に見て見捨てられたとなると自力で止めるしか選択肢がないぜ。ルワンダ愛国戦線が助けに来てくれるのね。そうだ。国外逃亡したツチ族によって構成されたルワンダ愛国戦線がツチ族を保護するために一気にルワンダに攻め入るぜ。そして、1994年の7月中旬にフツ族過激派を抑えてルワンダ全土の制圧に成功したぜ。ようやくジェノサイドが終わったのね。そしておよそ200万人ものフツ族が殺人や放火などのツチ族による報復を恐れて国外へ逃亡したぜ。報復されるのは自業自得な気がするけどね。私はフツ族は悪くないと思うぜ。もちろん率先してツチ族を殺しに行った者もいただろうが多くのフツ族は仕方がなく、自分の身を守るために殺害したわけだからな。多くのフツ族が軍や警察、周りの人間に殺害を強要されていたのね。ツチ族をかくまったフツ族の多くが同じフツ族に殺された。ツチ族を殺すしか自分の身を守る方法がなかったんだろうな。確かに仕方がないことだったのかもしれないわね。もちろん殺人は決して許されることではないがな。しかしフツ族なんかよりも、ルワンダをめちゃくちゃにしたベルギー、そして見殺しにした国際社会の方が責められるべきだと思うぜ。こうして100日間で100万人が殺された凄惨なジェノサイドが幕を閉じたぜ。100日間で100万人というと1日1万人、1時間あたり400人、1分間あたり7人が殺されていたのね。その後、ルワンダ愛国戦線出身のパスプール、ビジムングが新しく大統領に就任したぜ。ビジムングはフツ族の出身だが、フツ族の一方的なツチ族への暴力に疑問を抱いて1990年にルワンダ愛国戦線に加入したんだぜ。ビジムングは民族、人種、宗教による差別を禁止し、あの邪悪な ID カードを廃止した。さらに女性が積極的に政治に参加できるような制度などを作り、男女差別の解消に尽力したぜ。そのおかげでルワンダの女性議員の割合は56で世界第一位なのよね。2003年には副大統領であったポール・カガメが新しく大統領に就任した。2018年の経済成長率は 8.7 を記録。今なおせいまじい勢いで経済が発展しているぜ。8.7 はすごいわね。日本の経済成長率がおよそ1であることを考えると、かなりすごい数字であることがわかるわね。このどん底からの回復は、アフリカの奇跡、と呼ばれているぜ。
どのようにしてルワンダはアフリカの奇跡を成し遂げたのかしら。3つの産業がルワンダを飛躍的な発展に導いたぜ。5つ目は ICT 産業。ICT は情報通信技術のことだぜ。ルワンダは石油や天然資源などの地下資源に恵まれていないばかりか、内陸の国なので港を持っておらず製造業には不向きな国だぜ。また内陸地であるため、輸送費もバカにならない。それを逆手にとって天然資源や立地に左右されない情報分野の発展に力を注いだということね。ルワンダに入国するために必要なビザ取得の手続きも全てオンライン上で行うことができる。申請すると3日以内にメールが届き入国が可能になる。このシステムは外国企業ではなく、国内 IT 企業であるルワンダオンライン社が運営しているぜ。政府が率先して電子化することで民間も後に続きやすくなるのね。また、全国土に光ファイバーケーブルが敷設され、国民の75が携帯電話を所有している。移動したい時にはスマホアプリでバイクタクシーを呼んでオンライン決済。ルワンダでは ATM が普及していないためキャッシュレス決済が盛んだぜ。なんだか日本よりも ICT は発展しているわね。二つ目が農業。ルワンダでは農業も盛んだぜ。ルワンダは世界で有数のコーヒーの産地だ。輸出総額の 25% をコーヒー豆が占めているぜ。高品質化、高級化することでブランド化を進めているぜ。もともとルワンダのコーヒーは植民地時代にヨーロッパ諸国によって強制的に栽培が始められたという悲しい歴史もあるんだがな。今度ルワンダ産のコーヒーが売っていたら買ってみるわ。三つ目が観光産業だぜ。ルワンダは野生のマウンテンゴリラが見れることで有名だぜ。ルワンダ、ウガンダ、コンゴ民主共和国の三つの国境が重なり合う山岳地帯では世界で唯一野生のマウンテンゴリラと出会える自然が残っている。高額のネイチャーツアーが再考され、世界中から観光客が訪れているぜ。ICT、農業、観光業、この三つの産業がアフリカの奇跡へと導いたのね。ルワンダの首都キガリはゴミ一つ落ちていない美しい都市として知られている。また、治安も非常によく夜も安心して外に出歩くことができるぜ。夜一人で出歩けるのはすごいわね。ルワンダ政府は2020年までに中所得国、2035年までに高中所得国、2050年までに高所得国になる目標を掲げており、毎年非常に高い経済成長率を記録している。ただ、このアフリカの奇跡の裏で今なお苦しんでいる人がいるのも知ってほしいぜ。ジェノサイド中に行われた強姦によって数万人の女性が HIV などの性感染症を患い、数千人が望まない妊娠を強いられたぜ。強姦に遭うことは社会的汚名とされるため、強姦された妻の元から夫が去ったり、強姦された娘は結婚の対象外とされたぜ。強姦された女性は社会的に孤立することになってしまったのね。未成年の少女を含む25万から50万の女性が強姦され、2000人から5000人が妊娠させられたと推定されているぜ。また、身体的な障害の他にも PTSD などの精神的な障害に苦しんでいる人も多くいる。しかし政府は過去のことは水に流して未来へ向かって進む方針のようで、そういった人たちへの保障やサポートがあまり進んでいないのが現状だぜ。国連や NGO などの団体がボランティアでサポートしているわね。不服を訴えようとしても、役所は全く相手をしてくれず、そればかりか訴えようとしていると知った不服に脅迫されて海外逃亡をせざるを得なくなったという証言もある。経済が発展するのもいいけど、ジェノサイドの被害者へのサポートもしっかりしてほしいわね。そうだな、テレビとかで取り上げられるのはいつも難民となった不服ばかり、その陰に隠れている本当の被害者に目が向けられるようになってほしいぜ。もちろん難民となった不服も被害者だし、もっとサポートされるべきだとは思うがな。ジェノサイドの被害に遭った土族は精神的にもなかなか声を上げにくいものね。そうだな。声を上げるのってかなりの勇気がいることだし、ジェノサイドのことを思い出したくないという人も多いだろうからな。どうか第二のルワンダが現れないようにしてほしいわね。というわけで今回はしくじり国家ルワンダ共和国を解説したぜ。過去を忘れずにこれからもどんどん発展を続けてほしいわね。というわけで今回はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。